こんな感じです。2行目は、肉眼を通して見ていただきたいんですが、明るい赤が欠けたんじゃないかなと思います。まあ、重たい赤ですかね。で、3行目は、これもうほんとミクスドメディアで、油、アクリル、水彩、顔彩とフル投入です。まあ、これはこれでこういう世界観なんです。ごめんなさい、生活感丸出しで。で、これは4行目ですね。この溶けた感じを表現したかったんです。この辺ですね。これもまだ乾いてません。あと、2枚手がけてますけど、ちょっと途中です。以上です。